王の加護にて闇の千原はアレキサンダル・プラズマ。一瞬で行かせてあげ、デスキャリー。これで終わりにします。衝撃嵐のごとく、キャッ、爆走乱撃。これからです。お姉さまに任せときな。どうしよう、やだ、今日はお休みです。ちょっと会いたかったらごめんなさい。そこまでです。これぞ変幻自在じゃ。パーッと行こう。万に及ぶ打ち合いを人たちで結びが由来よ。もうに万月一戦じゃ。おっと、手が滑ったわ。その程度で私たちに勝てると思った？今度こそ私は守ることができたのかしら。ユグドラシル。ユグドラシルはちょっと疲れちゃったからまた眠りにつくみたいです。そう、じゃあきっと今度はいい夢を見られるわよね。はい、もちろんです。よかった、本当に。なんとかといった感じだが、全て丸く収まったと考えてもいいんじゃないか。最小さんだのロキの野郎だの、まだ問題は山積みだけどな。そういうのは後でいいじゃない。今は今で喜びましょう。そうですね、物事には緩急が大切ですから。ああ、何事もメリハリが大事ってな。そんなんだからお前らはいつまで経っても。まあ、スルメだ乗ったな。今だけは大断言でいいじゃない。ねえ、トカゲちゃんだな。ってだから、オイラはトカゲじゃねえっつの。はいはい、とにかくお疲れ団長さん。で、そんなわけで実は朗報があってね。何？いや、僕たちったら仕事熱心なわけだから、何か探ってこいなんて言われて手ぶらで帰ってくるわけないじゃない。どういうことだ？何かつかめたというのか？まあ、そんなに決定的じゃないかもしれないんだけどね。
あの宰相さん、まだ僕たちに隠してることがあったんだ。くれぐれも取り扱いには気をつけるんですよ。はい、戦艦の方の搬入準備が完了いたしました。ご苦労ですね。周囲の探索はどうなっていますか？はっ、先ほど石膏部隊も戻ってきており、不審な影はないとのことでした。上々ですね。またあの連中に邪魔をされてはたまりませんからね。はい、それでこれが。ええ、最小閣下がご所望の聖少獣アーカー社のコアですよ。この聖少獣は一体どんな力を持っているのでしょうか？そこまでは我が輩も聞いてませんね。ただ我らが帝国に不可欠なものだとはおっしゃってましたが、最小閣下は一体何をお考えなんですかね。